まあ、今シーズンから、指揮を取ることになりまして、目指すは優勝、もうそこしか考えてないですし、実際にそれを実現できる確信を持てるチームだと思っています。まず攻撃的であること、優勝、まあ、ただ優勝というのは簡単ですけど、実際に昨年で言えば優勝チームは勝ち点70を超えている、一昨年、まあ、これは鳥取ですけど、やはり70を超えている、まあ、そういう意味では勝ち点70を超えなければ優勝というものは手に入らない。昨年度の琉球の成績は9位、勝ち点にしてもやはり足りない部分がたくさんあると、まあ、その勝ち点分をどう積み上げるかと考えると、やはり得点を取る、まあ、失点をしないことももちろんですけれども、得点を重ねていきたい、まあ、そのためにはやはりやることすべて攻撃的にいかなければ、まあ、その部分は積み上げられないので、まあ、我々はチャレンジャーとして臨んでいく、まあ、その意味では攻撃的というところがチームを表すすべてだと思っています。何よりも沖縄県民あるいはサポーターの方々、そういう人たちと共にこのチームがあると、そういう気持ちをいつも持ちつつチームを作っていきたい、そしてシーズンの終わりに優勝という結果をしっかり出し、まあ、全員でその喜びを分かち合えればと思っています。そういう意味で皆様の協力も当然必要ですし、我々が全力尽くすだけではなく、それに関わる全ての人たちとともにチームを作っていければと思っています。ぜひ、皆さんで頑張っていきましょう。よろしくお願いします。